ビルドアップ。うわーこれ通るんか。いやマジか、ちょっとえぐいなマジで。上がった、上がってきた。あらばここからボンカして、いやマジでで上がってあるんじゃない。あらばこう中入ってシュート。じゃあオッケー、サラダして、あらば打ってみようか。無回転ボカンで打って、あーちょっと待って。こんにちは、ドラゴンアローのブシテクソ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。スティッチャンデドルキー、ココメントよろしくお願いします。ということで本日もイエストボール2024モバイルやっていきたいと思うんですけども、今回使っていく選手は全員獲得することができるにもかかわらず、もう最強の使用感だね。というのもですね、今行っているオープニング、普段であればオープニング撮影して試合2試合行うという流れで撮影しているんですけども、そのメイン使用した2試合がヤバすぎて、ぜひねこの後の試合動画見てほしいと思い、今回もオープニング撮ってから2試合やったんですけども、再度オープニング撮り直しております。まあこんな試み初めてなんですが、それくらい衝撃的な強さしている全員が獲得できる選手がいるんです。その選手がこちら。はい、今回使っていく選手は指名契約ダビド・アラバ選手でございます。いやこのアラバえぐい、えぐすぎるね。もう実はね、獲得してからメイン使用するまでに日数かなり経ってしまって、もう獲得期間もあとわずかの日数なんですけども、もっと早く使えばよかったと今めちゃめちゃ後悔しております。もうそのくらい強かった。では、能力見ていきたいと思うんですけども、先にお伝えしましょう。このアルバ、この後の2試合でね、えげつないゴールを、なんと3ゴール、DMF2 ボランチの一角で起用しているのに決めます。はい、しかもえげつないゴールだね。はい、この後の2試合で得点王ですということで、それを頭に入れてもらって能力見ていただきたいと思います。ではアラバの能力、イフトハブで一緒に見ていきたいと思います。身長180センチ、左利き、プレイスタイルはビルドアップでございます。はい、まずこのビルドアップっていうのが重要だね。今作イフト2024無印 DMF がねマジで使用感いい。もう攻めの時もね、セカンドボール絶対に拾ってくれる、ポジショニング取ってくれるし、守備の時のね、ビルドアップの時も、マジでやりやすい。ほんとね、ボール受けてくれる位置にいるんだよね。だからマジでね、パス通しやすい。あらば使うのは DMF でやっていきましょう。で、ここの能力値なんですが、このバランスの良さよ。見てよ、この色。まあ、赤あるよ。赤あるけど、正直、先ほど言ったように、マジでエグいゴール決めてるんですよ。この後の2試合で、本当にえげつないよね、ゴール決めてるんで、決定力のこの60とか、オフェンスエース68も、もう見なくていい。両方ともね、90、10だと思っちゃってください。では見ていきましょう。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、全部80付近までいってるね。そして、パス能力も無振りですよ。タレのムード無振りで81、82しっかりあります。で、ヘディングプレスキックカーブもかなりいい数字いっていて、このディフェンス能力よ。ディフェンスエース96。そして、守備意識91。ボールラッシュ90と。で、アグレッシブネスも83あります。いや、素晴らしいね。もう本当にいい能力してる。そして、DMF としてスピード瞬発大事ですよね。スピード瞬発86、82、しっかり80超えております。キック力もね86あります。このキック力っていうのはね、この後えげつないゴールにつながってきます。もうこんなにね、オフェンス面、ディフェンス面、フィジカル面、すべての能力が高水準にもかかわらず、スキルも優秀なんですよ。はい、見てください。ドロップシュート、無回転シュート、ここら辺もね、この後のえげつないゴールに決まっております。そしてインターセプト、ワンタッチパス、ピンポイントクロス、スルーパスしっかりあります。そしてさらにですね、はい、私ドラゴンアローもともとねレアルが好きというのもありまして、アラバ通常愛用していたんですが、そこにつけていたねスキル継承いたしまして、スキル追加でねワンタッチシュート、ブロッカーまんまくつけてきました。もうこれ完璧なアラバでしょ。ということでこちらの完全体アラバ試合の方に入っていきたいと思います。いやマジでねえげつない活躍してるんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では試合にレッツゴー。では、1試合目マッチングできましたので、選手の組み立ての方を見ていきたいと思います。アラバは好調と、まあまあまあ、全体的に悪くないし、赤に絶好調だけど、まあ、不調いないから大丈夫でしょう。では、このまま行きたいと思います。では、大橋さんのスクワットの方を見ていきたいと思います。おお、中盤なんかスカイラブハリケーン打ってきそうだね。そのくらい優秀なね、中盤2人ね、交代してるんですけども、まあ、能力が優秀ということで、やっていきましょうか。OK、ネイマールかルバティ、じゃあアラバもらって、アラバから縦パス入れていこうか。OK、いいパス通すね。やっぱ初期値から80あるとね、マジでね、パス通るんすよ、それだけで。オッケー、じゃあここで縦入れたいんだけど、ここでアラバ出して、オッケー、素晴らしい。オッケー、ダニーロバテグ、じゃあコスタクルだから縦入れようか。おお、通るんか、それ素晴らしいんですよ。じゃあアラバ出して、アラバから上げちゃおうか。アラバ上げちゃっての、ちょっとね、ここからじゃあオッケー、サラ出して、アラバ打ってみようか。無回転ボカンで打って。おー、ちょっと待って、え、ちょっと待って、おい、な、ちょっと待って、なんかちょっと待って、アラバのさ、ファーストプレイがそれはまずいんじゃないか。ちょっと待ってくれ、おい、ちょっと待
ってお相手さんも一緒にリプレイ見てくれてるもん。衝撃的すぎて。いやこれやばいだろ。ちょっと待ってくれ。これファーストプレイあればこれ。ちょっとね、えげつないミドルで、ここからボカンとって、いやなんとあらばファーストプレイ、ディフェンス面で見せつけるんではなく、理不尽無回転ミドルで見せ続けてきました。いやちょっと待って、おいマジかよ、えげつな、マジ、ちょっと待ってくれ。決定力60とかじゃなかったっけ、そんなんじゃなかった、嘘でしょ。オッケー、じゃあコスタ来るだから、ここ縦パスし、オッケー、あらばいいとこいるな。じゃあここから一回横出して縦上げちゃおうか。もう一回ちょっとあらば行ってもらう。いやここ引っかかっちゃったけど、素晴らしい、頑張った。でここからあらば出して、あらば一回こねると見せるだけで、オッケー、素晴らしい、いいね。でもう一回あらば上がってもらって、ここ縦パス通るんかい、マジか。ちょっとね、あらば、おい、オフェンス面で活躍しすぎじゃん、さっきからめちゃめちゃパスもうまくいってるし、ディフェンス面でね、もう少しお相さんが攻めてきてくれたら見せれると思うんだけど、いやちょっと待ってくれよ、あらばなんかオフェンス能力全然タレントポイント振ってないのにめちゃめちゃ攻撃できるじゃん。いやいいね、素晴らしいね、守備もできて攻撃もできるっていうか、守備面がまだ見せれてないんだけどね。いや素晴らしい。オッケー、コスタクルタ奪っていく。じゃあここからウォーカーから、いやいいね、あらばいいとこいるんだよね。でここクライパスやってみようか。いや通るんか、すげえなマジで。いやマジでパスの通りすごいね、さっきからで。キック面がすごいな、向かいでミドルだったりとかさ、マジパス能力も全然振ってないのにこれだからね。はい、ということでここで試合終了と、1試合目2対0。いやあらば守備面見せることができなかったんですけども、オフェンス面の凄さもだいぶ見せれてんじゃないかな。いやマジパスもドリブルもシュートもエグかったね。ということで守備面2試合目で見ていきましょうか。はい、ということで2試合目マッチングできました。選手のコンディションの方を見ていきたいと思います。アラバはフードと、ただフィーゴ絶好調か、いいね。でおーマジか、オッケー、じゃあサルビを入れて、のムヒタリアンマンはスパスパだからいっか。じゃあここで行きたいと思います。これまでいいかな。では大橋さん姿の方行こうか。まだチープは高かったんだよね、大橋さん結構強いんじゃないかなと思ったけど、やっぱ強いね。いやえぐい、ちょっと待って、おいめちゃめちゃ強いじゃないか。いやマジか、ベンチも強いし、何よりスタメンでしょ。いやえぐいですけども、あらば全て止めていきます。オッケー、フィーゴ奪っていく、スタジオで横パス出して、ここからバレラ、おーオッケー、バレラいいとこいるな。でサビオラ、オッケー、ここ横パス出そうか、無理しないでバレラ一回後ろ戻そう、一回後ろ戻して作り直す。いやあらばそう、ここにいるのがいいんだよね、ここにいるのが。オッケー、であらば上げちゃって、でここからあらばもう一回上げちゃおう。あらばもう一回、待って、上がった、上がってきた、あらばここから硬化して、ちょっと待って、全然違う、なんか俺が思ってるあらばと全然違う、ちょっと待って、あれ、オフェンスエース68とかですよね。いや俺なんかあらば上げたと思ったらさ、あの飛び出し指示してなかったし今、なんかえげつない上がり方して、もうめちゃめちゃ綺麗なニアに今回決めてたけど、なんか俺が思ってるあらばと全然違うんだけど。いやちょっと衝撃続きだね、あらばがこんなに攻撃ができるミッドフィールダーになると。でここ今回、いや惜しいな。じゃあ後ろを戻してさすがに気づいか。いやマジあらば、でもそうスピシュン、こっから見せに行こう、守備で、ここスピシュンがめちゃめちゃ速いから、これインターセプトしちゃうよね。もう今のデイズのインドだったね、もう成績してのインドみたいにパスコース分かってたよ。でもこれでここあらば受けてくれる。いやマジでいいな、もうマジでいいとこしかないじゃん、アラバ。やばい、割れちゃった、頼む、アラバ、お前が尻脱ぐしてくれ、アラバ、うや、早い、体強っ。バレーラと2人がかりで奪っていきましたけども、いや、マジでね、本当にアラバ、足速いんすよ。まあ、育成上そうなってんだけどね。いや、まあ、ちょっと、それまずい、それまずいけど、ダニーロ、オーケストラしてかっさらっていく。いや、ダニーロもね、めちゃめちゃ足速くしてるんだけど、センターバック、やっぱね、守備陣はね、足の速さ、今作めちゃめちゃ大事だね。ここ奪っていく、フィーゴから、一回後ろ落として、ダニーロからアラバ、いや、いいとこいるんだよ、マジでアラバ。パス受けてほしいなというところにいるんだよね。で、アラバ一回キープして、ここ焦らず後ろ戻していく。もう安定感の塊じゃねえか、ビルドアップ。うわーこれ通るんか。いや、マジか、ちょっとエグいな、マジで。はい、ということで、ここで前半終了。いや、エグすぎるな、アラバ。マジで俺が思ってるアラバの何十倍もすごかったね。いやもう本当にレアルからね、怪我復帰した時は楽しみだね。ということで後半やっていきましょう。それでは後半やっていきたいと思います。じゃあここしっかりアラバに頑張ってもらおうかな。アラバここ走っていけない。いやさすがにこれはダニーロに任せようか。オッケー、ダニーロ奪ってアラバに繋いで、アラバパス。いやマジでスルーパスついてんのやっぱでかいな。スルーパスとかもうパスの繋がりが異常だもん、マジで通してくれるね。で、ここは縦パス、オッケー、デンベレ奪っていきの、デンベレ、いや待って、それやらかしたか。オッケー、もう一回デンベレ奪っていく。じゃあ、ここから中入れてフィーゴ。フィーゴから一回オッケーで、アラバに経由して、アラバから縦パス、オッケー、繋がっていく。頑張ったね。で、ここからアラバ、オッケー、ここ、いや、インパクトなした、やらかしたね。で、一回アラバ落ち着いて、中一回見ようか。一回中向いて、いや、マジで。で、上がって、あるんじゃない、アラバ、こう、中入って、シュート、得点王アラバです。はい、マジ、ちょっと待って、
衝撃的すぎんだけど。これマジ、あ、ちょっと待って、うわ、待って、やばい、うわ、それはやれちゃったけど。え、これオープニング撮り直します。いや、マジか、ちょっとさっきのオープニングなくなるかもしんない。え、これは、マジでみんな撮った方がいいよ。いや、マジでこれ、あらはえぐいよ。いや、マジか、ちょっと俺、今、もう、震えてるもんね。いや、マジか、で、ここに来た、ダメで、ダブルダッチして、全部ボカンと打って、決まっていく、神コースにぶち込んでいく。いや、マジか。もう完璧だね。はい、ということでここで試合終了と4点目決めて4対1で勝利することができました。いや、これエピック軍団にね、あの2ゴール、え、しかもポジション DMF っていうのがやばいよ。いや、マジこの人おかしいわ。マジこの上がり方もエグかったかな。これ指示出してないっていうのがエグいよね。ということでこのハイライトで終了いたしましょうか。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。マジであらばエグかったね。これからもイフト全力で楽しみながら動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では皆さん、あらばとともに次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。